ハワイ・ワイキキの自宅マンションで急逝していたことが分かった女優の松原千明さん。松原さんは1988年に石田純一と結婚し、1990年に長女のすみれが誕生。1997年に石田の不倫騒動が勃発すると、松原さんはすみれを連れてハワイに移住。1999年に石田との離婚が成立した。その一方で、すみれは高校1年生の頃からモデルとして活動し、女優や歌手としても活躍する。しかし、松原さんは人知れずもがき苦しんでいたという。石田との離婚後、ハワイの語学学校に通っていた。松原さんは8歳年下のアメリカ人語学教師、ポール・バウアーさんと恋に落ちた。共に離婚したばかりで、親近感が湧いたことが、心を通わせるきっかけになったという。やがて同棲を始めた松原さんは2000年5月に、未婚のまま、長男の達也・オリバーさんを出産。その後、2001年5月に結婚式を挙げた。再婚から5年後、彼女は雑誌「ストーリー」でポールさんについてこう語った。彼の存在が私の心を癒してくれました。彼の優しさに包まれて、いつしか彼と共に歩む人生を求めている。そんな自分の本心に素直に気づくことができたんです。だが、彼と共に歩む人生は石田との結婚生活と同じく、長くは続かなかった。ポールさんはいつの間にか仕事を辞めて、石田さんからすみれさんに支払われていた。月額100万円を超える養育費を無心するようになったそうです。子供たちのためにも今度こそ幸せな家庭を築きたいと、強く願っていた松原さんはなんとか結婚生活を続けようと、マリッジカウンセリングに通うなどの努力を重ねましたが、一度生じた夫婦の溝が埋まることはなく、とうとう2度目の離婚を決意しました。さらに、双方が代理人を立てるも着地点が見つからず、離婚協議が長引いたことが、松原さんの心の傷を深くした。2年にわたって家庭内別居が続き、ストレスから松原さんはうつ病になり、かなり体重も落ちてしまいました。子供たちを育てるために気力を振り絞って心療内科に通院し、薬を処方してもらってなんとか一日一日を生きているような感じでした。2009年4月に離婚が成立。しかし、その後も松原さんの心労は続いた。2017年に刊行した著書、ただ、愛したんではこう記している。親権は半分でいいと諦めたのに、今度はポールが離婚に対する条件面でいろいろ言い始めました。そんなことが続いて、私はすっかり参ってしまいました。達也を学校に送って行って帰ってくると、何もやる気がしないのです。日中一人の時間は、ただベッドでゴロゴロしていました。もう立ち上がる気にもなれない。虚無感に加え、彼女を襲ったのは、孤独だった親権を半分ずつ持つことになり、達也くんが、ポールさんの元を訪れて家を開けることが増え、頼みのすみれさんは、アメリカ本土の大学に通い、なかなか会うことができなくなった。さらにこの年の12月に石田さんと東織子さんが結婚して大きな話題になりました。松原さんは自分だけが取り残されたように感じ始めたようです。二度目の離婚からおよそ1年後、婦人公論のインタビューで松原さんはこう述べている。子供たちが家にいないと情けないことによるが寂しくて、一人でワインを飲みながら、すみれが出演した舞台の DVD とかを見てるんです。娘の演技を見ながら上手とか言って、子供たちと一緒に前の夫に会うこともあって、そういう場では努めて明るくしていますけれど、まだ正式に離婚して1年経っていませんからね。実はなかなか気持ちが切り替えられないこともあります。60代が近づく中、異国の地での孤独な暮らしが松原さんの心身を蝕んでいく。2016年秋には衝撃的な一報がハワイの日本人コミュニティを駆け巡った。松原千明が未遂をしたらしい。別の松原さんの知人が語る。精神的に不安定だった松原さんがすみれさんと衝突し未遂をしたという内容でした。詳細は分かりませんが、何かあったとしても松原さんとしては愛情と孤独感が相まっての行為だったのでしょう。この件以降、
すみれさんは母を見守りたいと願い、しばらく仕事をセーブして松原さんに寄り添っていました。当時地味水騒動を報じる本誌女性セブンの取材に石田は言葉ずくなながら次のように語って、松原さんの異変を認めた。彼女が一時私なんか死んだらいいんだわと言っておかしくなっていたのは事実です。まあその時はいろいろとありました。子供と大きな喧嘩をしたみたいです。その時突発的に私なんていらない存在なんでしょ、死んだ方がいいのよという強い言葉が出てしまったと、騒動の翌年に出版された前出の著書にすみれはこんなメッセージを寄せて、これからは自分が母を助けることを誓った、今の私があるのはママのおかげだよ、迷惑をかけちゃうことがあるかもしれないけど、これからは今までの分も私がママの支えになれるように頑張るね、いつかママが自慢に思える娘になりたい。他方で地未遂騒動の前後の時期、松原さんは複数の日本のテレビ番組に出演し、石田やすみれとも共演している番組では自ら石田ファミリーに言及し、不倫は文化、騒動をネタに出演者の笑いを誘ったこともあった。最後のテレビ出演は2019年のバラエティ番組だった。この番組ではハワイの観光スポットを巡るロケで快活な姿を見せた。またここ数年はすっかりハワイのコミュニティにも馴染み、千秋と発音しづらい現地の人からジャッキーと親しみを込めて呼ばれ、よく食事にも出かけていたという。だがテレビ画面や友人の前で見せる朗らかな笑顔は彼女の一面に過ぎなかった。松原さんは千秋バウアーの本名で投稿する SNS に愛犬やすみれさん、昔の自分の写真をよくアップしていました。母親として家を出た子供たちの生活を応援しているとはいえ、異国での一人暮らしはやはり寂しさもあったのでしょう。実はここ数年死にたいと口にすることが多くなり、自未遂を繰り返していたといいます。松原さんが他人に見せない本当の顔を最もよく知るのはすみれだが、不幸なことに3年に及ぶコロナ禍が強い絆で結ばれた母娘を物理的に遠ざけた。すみれちゃんは松原さんの近くにいたかったけど、仕事やプライベートの忙しさに加えてコロナがあってなかなか出国できなかった。昨年妊娠中にもかかわらずハワイに会いに行ったのも松原さんのことが心配だったからでしょう。育児が落ち着いたらまたすぐにでもハワイに飛び立つつもりでしたが、その折に母の死を知らされ言葉を失ったそうです。ママを支えるという誓いを果たせなかったすみれは達也さんから事情を聞くなり崩れ落ち、激しく自分を責めたという。夕暮れ時になるとハワイの麗しい夕日が再び松原さんのマンションを照らし始める。11月初旬オレンジ色に染まった建物から自転車で出かける青年の姿があった。それは松原さんの息子達也さんだった。彼は穏やかに彼女の最期を話し始めた。母はずっと病気をしていたんだ、入院していたこともあってずっと苦しんでいた、でも今はもっと楽な場所に行ったんだと思う。今は彼女が残した愛犬の世話と部屋の管理でバタバタしていてようやく落ち着いたところだよ。火葬も済ませたけれどお墓はまだ決まっていない。ハワイではお墓を探すのも難しいからね。彼は最後にせっかくだからハワイを楽しんでくださいと言い残し自転車のペダルに足をかけた。一方でスミレは音信不通の状態が続いている。11月7日に石田の妻東織子が自身のインスタグラムを更新し、長男李太郎くんの10歳の誕生日を祝う様子を投稿したが、例年石田の子供たちの誕生会には必ずと言っていいほど駆けつけるすみれの姿はそこになかった。松原さんは生きづらい日本を離れたどり着いた安寧の地で眠りについた。そのことだけが残されたものを慰めるのかもしれない。2年にわたって家庭内別居が続き、ストレスから松原さんはうつ病になり、かなり体重も落ちてしまいました。子供たちを育てるために気力を振り絞って心療内科に通院し、薬を処方してもらってなんとか一日一日を生きているような感じでした。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。